はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ週末ということでね、ティール組織を引き続き読んでいければいいなというふうに思っています。今回思うと思っているところは、セルフマネジメントの話題の中の、まあ、ちょっとカメラに近いかな。はい、セルフマネジメント自主経営っていう、ね、章の中から、前回組織構造っていうことでケーススタディとしてビュートゾルフとかですね、まあ、前回以前のですね、あるいは ESBG 学校、ビュートゾルフは看護のね、介護の組織でした。看護師からなるですね。で、ESBG は学校でしたね、ドイツのね。で、あるいはファービーとかね、ブルーカラーのブルー、ティール組織だというものを扱ってたわけなんですけども、じゃあその組織がうまく機能するための構造っていうところではなくて、その流れプロセスっていうところはどういう形になっていなすべきかなという議論があるわけですけども、今日読むのはそういう話です。で、まあいつも通り 2,30 分で、まあ少し前までは1時間とか2時間とか平気で喋っちゃってたんですけども、ちょっと頭にストレスがかかるので、そのぐらいで区切って読めるところまで読んでいこうかなというふうに思います。で、第3章のセルフマネジメントプロセスという章ですね。で、その前にですね、簡単に自己紹介させていただきますと、鈴木と申します。学部での専攻はですね、金融工学でして、まあ、ちょっとカメラセットが甘かったですね、今日はね。こんぐらいがいいかな。はい。学部での専攻は金融工学という分野でございまして、で、最初金融行こうと思ったんですが、合わんなというふうに思いまして、透明のところのその小銭を稼ぐよりも近いし、遠い将来日本を代表するようなリーダーを育てたいなというふうに思いまして、一人でどこにも属さず学習指導を始めました。で、17年やってですね、まあ1年半前なんですけども、ジョージアテック、プリンストン、ペンシルバニアを1名ずつ出しました。で、そこで一区切りとして、まあ当然東大、京大、国立医、芸大なんかも出したんですけども、そこそこたくさんですね。今は4つの仕事をしています。まず1つ目はこの、まあ、現状収益化できてないですけども、 YouTube を、チャンネル自体は10年以上前に作って、で、まあ、YouTuber らしいというのなんですけども、まあ、僕は YouTuber の感覚ではないんですけども、1日1本必ず投稿するようにしています。まあ、ちょっとお休みする時もあるんですけどね。で、2つ目のところは AI のリサーチャーですね。3つ目は組織、コンサルや、あるいはコーチングなど、包括的に組織と人材の成長というところ、あれ能力開発というところの仕事をしています。で、4つ目のところは小口の証券投資をしています。まあ、その時の状況に応じてですね、仕事を複数抱えて、でそれでバランスを取るという仕事の仕方をしているんですね。まあ、僕自身が経営者なので、そういうやり方をしていると。で、学習指導はさっき言った通り今はやってない状態ですね。で、過去の1年半前まで17年かけて、培ってきたものをこちらで、逐一公開するというようなことをしているわけですね。じゃあちょっと読んでみましょう。セルフマネジメントプロセスと、セルフオーガニゼーションは驚くほど新しい仕組みというわけではないと、世界は数十億年前にこの新しい方法で自らを作り出したと。そして人類の活動も全てこのやり方で始まっていると。やがて私たちはこのプロセスを変え、お互いを統制しようとし始めたのだと。セルフマネジメントはもう構造と実践が連動して初めて成立すると。前章ではそのうちの構造面を取り扱った。例えばピラミッド構造がどのようにしてチーム制に切り替わるのか、どうすればチームスタッフ機能をチーム内に組み込めるのかといった側面であると。しかし単に組織構造を変えただけで中身がそのままでは意味がないと。ピラミッド型組織がなくなると、例えば意思決定の方法から情報フロー、資本の活用方法、人事評価や報酬体系まで、組織の最も基本的なプロセスの多くを完全に作り直す必要があると。そのためには基本的な問題を解決する必要があると。主導権を握る管理職からもはやいないとすれば、まあ、いらないという感じですね。どう意思決定をすればよいのだろうと。誰が会社の賃金を使えるのか、実績はどのように測定評価されるのか、従業員の手抜きを防ぐにはどうすればいいか、誰が昇給し誰が賞与を得られるかを誰が決めるべきなのか、本省はこうした問いへの答えを順に検討していくと。まあね、どれも素朴な疑問としてね、湧き上がるものですけれども、まず意思決定助言プロセスと。正式な階層が存在しない場合、意思決定はどうなされるのだろう、誰が決めても良いのだろうか。しかしそれでは単に混沌に陥るだけのように思われる。では全員一致のコンセンサスによるのか、それもかなり大変そうだと。
実際問題として、社員が数百人も数千人もいたら間違いなく人々が消耗するだろうと。ちなみにですね、この全員一致のコンセンサス、全会一致っていうのがいかに不毛か、あるいはその大きなバイアスをもたらすかっていうのは、少数決の原理っていうところですね、を紹介したニコラス・タレブの未然に起きれっていう本をですね、社会人向けのチャンネル概要欄の方に貼ってあるんですが、そちらでも断続的に読んでいまして、その話と、まあ、共通するなり、重なる部分があるので、よろしければ合わせてご覧になってみてください。で、今回の調査対象となった組織の大半は何らかの形で AES が助言プロセスと呼んでいる方法を実践していると。それは実に簡単な仕組みだと。原則として、組織内の誰がどんな決定を下しても構わない。ただしその前に全ての関係者とその問題の専門家に助言を求めなければならないのだと。決定を下そうという人には一つ一つの助言を全て取り入れる義務はないと。目的は全員の希望を取り入れて内容薄くなった妥協を図ることではないと。内容の薄くなった妥協を図ることではないと。しかし必ず関係者に助言を求め、それらを真剣に検討しなければならない。判断の内容が大きいほど助言を求める対象者が広がり、場合によっては CEO や取締役の意見を求めなければならない。通常意思決定者はその問題や機会が気がついた人、あるいはそれによって最も影響を受ける人だと。デニス・バーキは助言プロセスがうまく働いた事例を話してくれた。ある日バーキはシャザード・カジムから相談を受けた。カジムは最近 AES に入社したばかりの財務アナリストだと。財務アナリストっていうのはですね、まあ、要は財務分析をする人っていうことですね。まあ、要は財務って要するに会社の帳簿っていうことなわけですけども、まあ、家計簿的なものですよ、会社の。でそこで借金が多すぎないかとか、あるいは無理のない返済計画を立てられているとかとか、あるいはそのちゃんと事業は伸びているかどうか、利益はその、まあ、利益剰余金とか内部留保とか言ったりしますけども、社内でいざという時にのために蓄えておくそのお金というのは少しずつ積み増すことができているかどうか、できてないんだったらどこに原因があるのかとか、そういうことを考えなり分析する人ですね。でカジムは現在の職務を離れて生まれ故郷のパキスタンに帰り、 AES がパキスタンで発電事業を立ち上げられるか調査したいという希望を持っていたと。バーキは自分の対応を覚えていると。彼にはなかなか難しいのではないかと言いましたと。その数年前に米国国際開発省 USAID からパキスタンへの事業拡大を進められたことがあったのです。当時私たちはアメリカの中でさえ自社のやっていることをほとんど分かっていないのに、ましてやパキスタンのことは皆目上がらないと答えましたと。さらにパキスタンは世界で最も汚職の蔓延している国の一つに数えられていましたと。 AES の倫理基準に照らすと、あの国でビジネスをすることはまずありえないという結論になったはずですと。CEO の助言にもかかわらず、このプロセスで決定権者はカジムだったと。彼はパキスタンに帰り、自分自身のために事業開発者という実質的な新しいポジションを作り、自分のそれまでの給与を維持することを決めたと。6ヶ月後、この元財務アナリストはバーキをパキスタンに招待し、首相との会談を実現させたと。そしてその2年半後には7億ドルの発電所が稼働していたと。 AES の原則に従い、 AES がパキスタンに2億ドルの出資をするという決定を下したのはバーキでも取締役会でもなく、カジムと彼よりも取締役会でもなく、カジムと彼よりも若い社会的、社員たちだったと。金額は金額なだけに、バーキは取締役会に助言を仰いだことは言うまでもないと。意思決定のやり方には普通2通りしかないと、私たちは考えがちだ。一つは階層的組織に基づく上位者の判断、まあ、要するに上のお偉いさんに判断を仰ぐってやつですね。で誰かが命令を下して、不満を抱く者は多いかもしれないが、少なくとも物事は進むで、というやり方で、もう一つはコンセンサス方式と、まあ、前回一致ですね。だと助言プロセスはこの障害を見事に乗り越えると、全ての意思決定をコンセンサスに委ねることによる苦しみは回避できて、しかも全ての利害関係者は意見を述べる機会が与えられると。人々は自由に機会をつかみ意思決定を下せるが、意思決定を下せるが他の人々の意見も考慮しなければならないと。このプロセスはセルフマネジメントを大規模組織で機能させるための鍵なのだと。
この点は AS にとっても他のセルフマネジメント組織にとっても決定的に重要であり、助言プロセスにかけることを忘れるとセルフマネジメント組織ではほとんどありえない事態、つまり解雇の対象になりかねないということを社内の誰もがよく分かっていると。で、階層のない組織でどのように解雇される場合があるかについては後ほど触れると。助言システムの多くの利点について詳細に経験を語ってくれるバーキーの話は面白い。助言システムはコミュニティの謙虚さ、学び、優れた判断力、そして楽しさを生み出すというのだと。これらがティール段階で、重要とされる価値観と一致していることに、留意されたいと。まあ要はですね、意思決定のプロセスというか、これって合意形成のプロセスっていうものが、そもそもどういう、そもそもオリジナルのもの、元はどういうものだったのか、でそのオリジナルって何かというと、やっぱり議論、ディスカッションということなんですよね。でディスカッションっていうのは、あるいはそのこれ民主主義の原則だということは、もう何回もこの話はしてますけども、民主主義イコール多数決じゃないんですよ。頭数とか賛成 その手を挙げている人の数が多い方が正しいとか、そっちを採用するとかじゃないんですよ。これ多数決っていうのはもう何も決まらないと、議論が錯綜しすぎていて、全然その線引きができないとか、着地点が見えないときに最終手段として使うものなんですね。じゃあ本来の意思決定というのはどういうものかというと、100人いますと、で1人の人が99の意見を出しましたと。で99人の人たちが1つずつ意見を出しました。この場合は拮抗するんですね、力関係が。でこれが本来のディスカッションなんです。要はその人に紐づいたもので、その頭数で考えるものではなくて、出てきたその検討に値する、その考慮に値するべき意見の数っていうものでバランスさせたり、議論を噛み合わせるっていうことをするわけですよね。なので例えばこの AES のパキスタンでの発電所の事業開発に関しても、おそらくはこのカジム、財務アナリストのカジムの方がバーキーよりもですね、優れた意見を持っていたと思います。まあ、質的にも量的にもですね。なので、その議論を通じて、あるいはこの場合は、まあ、最終的にバーキーの判断を仰いだとはいえですよ、実質的な判断というのはカジムと若い社員たちに委ねられて、そこでの合意形成によって成し得たということがここで語られているわけですね。でこの仕組みはまず目の前の問題について助言を求められた人々の関心を引きつけますと、彼らはその問題の存在を知り、分かった上で批判したり、応援してくれたりするのですと。情報を共有することで人々は同じコミュニティにいるという感覚を強めますと。助言を求められた人は誰でもそれを光栄に思い、自分が必要とされていると感じます。次に助言を求めることは謙虚さを示す行為で、これは楽しい職場の最も重要な特徴です。この行為自身が、私はあなたを必要としているという意思決定に他なりません。意思決定者と助言者は必然的に親密になります。その結果、私の経験では意思決定者が助言を無限に無視することはまずできません。第3に、意思決定を下すことは実地訓練となります。助言は状況を理解し、結果について気にかけている人々から与えられます。どんな形の教育もトレーニングも、その場でフィードバックを得る体験にはかなわないのです。第4に、従来型のトップダウンのアプローチよりも最適な判断に到達する確率は高いと言います。で意思決定者には誰よりもその問題に近いという強みがあります。まあ、要するにリアリティがあるということですね。いわゆるその上の人間に、お偉いさんに任せるというふうになると、まあ状況を全然把握してないのに、ただまた聞きしたことを通じて判断しているということになってしまいますから、まあ、ブレやすいと。で、これも繰り返しということですが、原則としてですね、人の上に立つ人間というのは、下の人間、部下がやっている仕事に関して、自分がその経験があるとか、あるいはその内容について、感覚的にリアリティを持って十分に把握できるだけの能力を持っている。そのいわゆるその処理能力の高さということではなくて、一つの仕事をやりきる、あるいはその質の高いパフォーマンスを上げるのに必要な、まあ、経験しかり、まあ、知能の高さもしかり、技術的なものもしかり、全てを包括して持っている、という前提があった上で上司というのは意思決定を下せるということがあるわけですね。で、まあ、残念ながら多くの組織はそうなっていないわけですけど、
で第4に、まあ、第5にですね、このプロセスは意思決定者にとって単純に楽しいのですと、チームスポーツで得られる喜びと同じなのですからと、助言プロセスは組織内のあちこちにいる知識の豊富な人々から得られた知恵によって実践力と創造性を刺激し高めていくのですと。ここで一点、指摘しておいた方が良いと思われるのは、 AES はビュードゾルフとは異なり同僚間の話し合いだけで全ての物事を進める仕組みを完全に見つけてはいなかったという点ですと。機械作業員、工場長、地域ディレクター、経営委員会など同社にはピラミッド型のいわゆる階層が残っていたと。それでも助言プロセスという簡単な慣行のおかげでこうした階層の存在はかなり希薄になっていたと。組織内のここにどこにいる人間でもこのようなどのような判断も下すことができたからだと。この仕組みは雲の上の人たちが、組織階層上の地位を利用して、下の地位にいる人の決定を覆すことをできなくするものだったと。経営委員会と CEO のデニス・バーキーを含む社内の誰もが意思決定をする場合には助言を求めなければならなかった。バーキーは取締役に対してもこのルールを従うよう強く求めた。重要な判断について従業員から相談を受けると取締役は積極的に助言を与えたが、それが助言システムだ。それ以外でも法で義務付けられた場合を除き取締役が独自に判断をすべきではないと彼は感じていた。でよくですね、まあ、こういう、まあ、日本しょうもない企業がたくさんありますから、こういうタイプの企業があるんですけど、外形的にはティール組織の猿まりをしていてですね、大事な決定は部下には絶対させないとかね、もう話にならないような企業がたくさんあるんですけども、特に出来の悪い経営者の取締役がいる会社ですね、まあ、そういうこともあるので、そこあたりはね、どうぞご注意ください。で、助言にはあらかじめ決まった形式がないと。同僚に1対1で相談することもあるし、関係者に集まってもらってミーティングを開くこともある。一つの決定で多くの人々が影響を受ける場合には、意見の収集には電子メールやインターネットを使うのが最善の方法であることが多い。例えばビュートゾルフにはかなり非常に活発な社内 SNS があると、様子でブロック、創業者兼 CEO か、あるいは他の誰かがかなり多くの看護師に影響を及ぼすかもしれない変更を検討するときには、その問題と提案内容を SNS 上に公開して同僚たちの意見を集めれば済むのだと。だ要は重要な意思決定をするにあたってもですね、もう まずは全員の意見を広く集めて、それを十分に咀嚼して、また、その従業員たちと直接向き合って対話をする、そのプロセスを経て初めて意思決定をすると。でバカな経営者はですね、ただ一方的に吸い取って自分があたかも一番優れた意思決定をできるという前提で独断で決めてしまうんですよね。で当然ながらその人のバイアスもかかっていれば、もう全知全能の神様みたいな人間なんていないっていうのがあれば、往々にしてですね、やっぱり出来が悪い経営者もとそういうことをやりたがるんですよ。もう本当に優秀な人っていちいち自分を大きく見せたりとか、あるいは当然だから大きく見せるっていうことは傲慢な態度でもありますよね。で そういう面が出ないものですよ。あるいはその必要がない、周りがその能力の高さっていうのを認めてくれているのに。ところがダメな経営者っていうのはまず学習能力は低いですし、で自分がなんでその優れた花ができないのかっていうことにも気づけていない。気づいたところで学習速度がものすごい遅いので、結局ですね、今言ったように自分のポジションというのを誇示して、でむちゃくちゃな意思決定をしたりとか独断でやったりとか、そういうことを平気で繰り返しているわけですね。で助言プロセスはコンセンサスと一方的な決定の両方を超越する単純な仕組みである。場合によっては もっと複雑な意思決定方法が用いられることもあると。ビュートゾルフで見事に機能している統合的なプロセスはその一例だと。本書の後半でホラクラシーのガバナンスプロセスを論じるときに、ホラクラシーっていうのはこういう組織がまたあるんですけどね、確か。でも紹介しようと。さてここで再び強調しておきたいのは、こうした意思決定プロセスがコンセンサスなしで機能しているという点だと。チームのトップが存在しないと聞くと、なぜか多くの人々はセルフマネジメント組織では意思決定がコンセンサスでなされるのではないかと思い込むようだと。いやそんなもんですね、無理ですよ。全会一致っていうのはもうよほどのもう針の穴を通すようなプロセスであって、しかもそれは運に大きく依存しますし、でまあ状況判断の場合はですね、ほぼ常にコンセンサスを取るのは不可能、まあ取れる場合もある、稀にあるぐらいですから、まあ無理なわけですよね。で
コンセンサスを得ようとすると議論が麻痺し、権限のない再現のない、話し合いが続くのではないかとの恐怖から、組織運営の実用的な方法としてセルフマネジメントは不適当だとすぐに結論付けると。コンセンサスは魅力的に響く考え方、何しろ参加者全員に平等な発言権が与えられるのだからと。しかし実際には参加者全員がめいめいに勝手な主張をする集団的なエゴの嵐に陥ってしまうことが多いと。自分の思いつきや希望が組み入られないと誰でもグループの判断を止める権利があるからだと。つまり他の人々に及ぼせる権力を管理職だけでなく全員が持っていることになると。全員の希望を満足させようとする試みは応援して出口の見えない苦行になると。そして最後にはほとんどの人がどうでもよくない、何でもいいから誰か早く決めてほしいという状況になるのも珍しくないと。そうですね、助言プロセスの場合、誰もが他の人に対する権力を持っていない、ある判断の影響を受ける人全員に発言権を与えるが、自体の進行を妨げる権力を与えているわけではないので、コンセンサスを得る必要がないと。コンセンサスにはもう一つ欠点があると。責任の所在が希薄になるのだと。多くの場合、最終判断に責任を感じる人がいない。最初の提案者は自分のアイディアがグループの中で原型をとどめないほどに薄められてしまったと不満を抱くことが多く、そこでなされた判断を積極的に支持しないかもしれない。その結果、多くの決定事項が実施されないか、実施されても決まったことなので仕方がないといった姿勢になってしまうと。まあありがちですよね。特にその納得できない理由っていうものを十分に説明できる意思決定者が存在しない場合、まあこういうことになりがちですよね。で、大体ですね、出来の悪い経営者とか取締役管理職であればあるほど、その例えば事業がうまくいっていないのにうまくいってるみたいな不意調をしたりします。つまり小さいベンチャーとかありがちですけども、倒産ギリギリ寸前なのにうまくいってるみたいなごまかしをする。で、他方でさっき財務アナリストのカジムの話が出てきましたけどね、その損益計算書とかバランスシートとか、要はですね、ちゃんと利益の流出による利益とコストっていうのはどういうふうに出てるかっていうことを表にしたものとか帳簿ですね。で、あるいはそもそも資本がどんぐらいあって、株式がどんぐらいあって、借金負債がどんぐらいあってっていうことをですね、ちゃんとはっきりと公開した上で、でその上で語らずにですね、いやうまくいってみたいな、まあ、要は情報を隠蔽してるわけですけど、こういう人間もたくさんいるので、そこは十分に注意してほしいなというふうに思うんですが、まあこんな話もあったりするわけですね。で、助言プロセスにはでは意思決定の責任は明確に人に帰属する意思決定者だと。自分が考えうる限りベストの判断をしたと確信しているため、意思決定者は最後まで懸命にやり抜き、助言者の信頼に対して自分が十分応えている、あるいは彼らの反対意見がそれほどの影響を及ぼさなかったことを証明しようとすると。コンセンサスが組織から、情熱を徐々に奪っていくに対し、助言プロセスはモチベーションと実践力を大いに刺激すると。まあ要するに、なんだろうな、こう言い出したからにはお前がやれよっていうのとはまた違うわけですよね。あくまで合意形成をしていく中で、その主導権を、まあ、結果的に握ることになる。あるいはその、なんていうのかな、まあ最低限その合意形成の中で、まあ、納得した上で足並みを揃えるためにですね、まあ、全部が通らなかったとしても、そういう前提でやるんだったらいいんじゃないでしょうかというような納得をしたりするっていうことがあった上で、その人がじゃあ主導してやりましょうということになった後で、当然ながら周りの人たちっていうのは別にその人たちを排除しようとかそういうわけではないですし、まあ、力になることがあったらやるという形であれば、その人自身も、まあ、とりあえずは安心して、何か自分が主導してやろうという気にはなるわけですよね。で、これはコンセンサスになってしまうと、もう誰かに決めてもらってというふうになるので、まあ、当然ながら主体性のタグではなくなってしまうわけですよね。まあ、こういう違いがあったりするという話がここでは書かれているわけですね。危機発生時の意思決定と。危機が発生した場合、例えば業績が悪いときは社員を一時解雇する、あるいは事業の一部を売却するといった厳しい判断をすぐに下さなければならないときにも助言プロセスは維持できるのだろうかと。同僚たちをクビにしなければならない可能性を彼ら自身に正直に相談しても良いものなのかと。
おそらく極端な状況では極端な手段が求められる。 CEO が数少ないトップダウンの判断を下すためにセルフマネジメントを一時的に停止する必要が生じる場合はあるかもしれない。しかしそうなると、つまり時と場合によって CEO が介入して命令を下すのが可能なら、組織のセルフマネジメントに対する信頼を社員たちはどう維持できるというのかと。でファビー、ビュートゾルフ、AES はいずれも危機的な状況に直面した。そのような状況に彼らがいかに見事に対処したかを見ると、危機に直面している他のセリフマネジメント組織はには大きなヒントになるかもしれない。ジャン・フランソワ・ゾブリストは元落下傘隊員で熊のような男である。誰も彼のことを育児なしとは呼ばないだろうと。しかしファビについて、あのブルーカラーの、ね、組織ですね、あの部品、金属部品なんか作ってる企業ですに、ファビについて極めで、そこのトップがゾブリストなわけですけども、ファビについて困難で極めて重要な判断に直面したときは、適切な答えを見出すために助言者が必要だったと彼は躊躇なく認めたと。ゾブリストが衝動的に工場内を歩き回り、誰彼となく機械を止めるよう頼み、木箱を円台に見立ててその上に立ち、従業員全員に自分の抱える問題を伝え、どうすればよいかの意見を求めたことは何度もあると。もう分かんないものは分かんないんだと。あれ、場合によってはその自信がないんだということをに関しては、きっぱりと白状して、まあ、助けを求める。それはトップの人間であっても関係ないということですね。で、社長になってから最初の大きな危機は、1990年に第一次湾岸戦争が勃発して自動車会社からの発注が激減した時だったと。在庫が積み上がり、作業員たちが忙しく働けるほどの仕事がなくなってしまい、生産能力とコストを削減する必要があったと。明らかな解決方法が一つあった。臨時社員の解雇であると。しかしファビでは、実のところ臨時雇いとみなされている者など誰もいなかったと。フランスでは労働法の規定により、新規採用者は18ヶ月間臨時社員として採用され、その後に、正社員の雇用計画を結ぶことになっていた。しかし大半の臨時社員はすでにチームの正規メンバーとみなされていたと。ほんの数ヶ月我慢すれば再び雇えるかもしれないのに、臨時社員を解雇すれば、それはファビが、彼らに対する倫理的な義務を破ると。それまで、貢献してきた人材を失うことを意味したと。多くの疑問を抱き、しかし明確な答えも持たぬまま、ゾブリストは演台の上に立って、その時に工場にいた全従業員に対して自分の抱えているジレンマを話したのだと。ゾブリストと招集の社員たちは質問や提案を叫び合ったと。ある作業員が、今月は私たちは3週間だけ働き、3週間分の給与をもらって臨時社員を留めておくことはできるのではないでしょうか。必要であれば来月も同じようにしますよと。まあ、いわゆるワークシェアリングの、まあ、先駆けみたいな話ですね、これは。で、今もそのコロナウイルスのショックで、週休3日制っていうものを導入して、給与を減給、まあ、実質減給する代わりに雇用を維持するということをやっている、まあ、企業が、それ僕が言うならイギリスの記事だったかな、たくさん出てきてますね。日本でどうかは知りません。で、多くの者がうなずき、決を取ることにしたと。驚いたことに一人残らずこの案に賛成したと。で、ゾブリストは回想すると、労働者たちは 25% の給与を一時カットする 25% の一時カットにすぐ賛成したと。で、1時間も経たないうちに問題解決し、機械の騒音が再び工場中を響き渡ったと。私の知っている経営のほとんどは、ゾブリストの取った行動はあまりにも危険だと考えるだろうと。抱えているジレンマを全員に打ち明けることは、自分がいかに弱いかを示すことに他ならないため、おそらくこの方法を思いつくことすらないはずだと。で、僕言いましたよね、能力が低い管理職、経営者、取締役であればあるほど、自分を大きく見せようとか、あるいはよく見せようとか、そういうことばっかり考えてるんですよ。で、肝心からのしっかり勉強しようとか、あるいは人の意見に十分に耳を傾けて、何より自分の質をどんどん変えていかなきゃいけないと。な、当然ながら、もう何でも物理的には無理ですけど、まあ、普通の従業員の3倍5倍ぐらいの努力はねして当たり前なんですけども、それができないままふんぞり返っている。あるいはそもそもやろうとは思ってるけれども、学習能力が低下して、いろんな理由でですね、例えば、まあ、僕が散々強調している心身のコンディションの管理、普段からお酒とかタバコを常用している、不摂生である、あるいはもう体型が崩れちゃっててとかね、
脂っこいものばっかり食べてたりとか、そういうことをしてるとやっぱり体が劣化していってですね、学習能力を急激に低下していくわけですよ。で、もうこうなってしまったら、まあ、上に立つ意味がないので、もうすぐさま降りなきゃいけないんですが、そこにずっとしがみついてるわけですね。まあ老害のためにですけど、こういう人がたくさんいておかしくなっていくわけですね。で、そうですね、で話し合いのための集会だったものが解雇されるかもしれないという恐れで お互いをけなし合う修羅場に変貌しかねなかったのであると。でも繰り返しますが、その上に立つ者がこのゾブリストのようにですね、非常に謙虚で、まあ、落下傘隊員だったってことですから、まあ、当然なんか心身も鍛えられてますよね。まあ、軍隊にいた経験がありますから。あ、でかつ誠実である、こういう人間が上に立てば、まあ、うまく機能すると。要するに自分を大きく見せたりとか、あるいは嘘をついたりとか、そういうことを全くしない。むしろあの意見というか助けですよね、助けを求めることができると。自分はあの何もできない時は何もできないし、一人の人間に過ぎないのだからと、助けてほしいということをそのまま言うと。で、その恩に報いるために従業員たち にまた熱く、手厚い保護をする。まあ、この場合はその解雇をするということを決してしなかったわけですよね。まあ、そういう態度っていうものもやっぱりその上に立つ者の、まあ能力、まあ、人物もさることながらやっぱり能力の高さっていうところですね。で、まあ、僕が再三強調したいのは学習能力の高さ、日々の鍛錬および、心身の健康、コンディション管理、この2つは絶対に必要かなというふうに思いますね。でもちろん人事部長に、ごっそりいくつかのシナリオを用意してもらい、非公開の経営会議を開いてこの問題を検討し、決定事項を発表する準備ができるまで情報を伏せておく方が明らかに安全だったはずだ。言うまでもないが、ファビには人事部長も経営会議もなかったが、ゾブリストは信頼できるアドバイザーのミーティングを開くことはできたかもしれない。これは信頼できる少人数のアドバイザーとのミーティングですね。で、これは組織におけるデリケートな問題を扱う上で多くのリーダーが学んできた実証済みのやり方である。しかし彼らが気づいていないかはともかくとして、この方法はリーダーたちの恐れが出発点となっている。従業員は込み入った問題に対処できないのではないか、トップは命令を下らさなければリーダーとしての資質が疑われるのではないか、安全な解決策を見つけ出す前に問題について議論したいなどといえば自分がバカにされるのではないかといった恐れだと。ゾブリストは自分の恐れを抑えることができた。その結果、これまでになかったほど生産的で社員に勇気を与えるようなアプローチを取ることができたし、過酷な状況に置かれている社員たちと直接対峙し、彼ら自身がそのような解決策を考える道が開かれたのであると。正しい枠組みを設定されれば助言プロセスは危機的な状況でも維持できるかもしれないのだと。したがってリーダーはトップダウンの意思決定に戻るにしても、よくよく考えてからそうするべきだと思うと。ビートゾルフも2010年にある危機に襲われた際は、助言プロセスを使って事態を収拾したと。設立してまだ若いこの会社は猛烈なスピードで成長していたのだが、その最中に健康保険会社がビュートゾルフへの支払い予定の400万ユーロを留保すると脅してきたとの話がヨスデブロックの耳に入ってきた。これヨスデブロックっていうのはビュートゾルフのトップですね。で、手続き上の問題があることとのことだったと。実は同社があまりに速いスピードで成長していて、既存業者との利益を脅かしていることを警告したかったというのが本当の理由ではないかと思われると。資金繰りの危機が迫っていた。ヨスデブロックは社内ブログでこの問題を看護師たちに公表し、成長を一時的に止める新しいチームが立ち上がるのにお金がかかるからだと。で、あるいは生産性を高める2番目、就業時間中の看護サービスの量を増やすの2案を提案した。するとブログに寄せられたコメントは圧倒的にもっと仕事を増やしてほしいだったのだと。顧客やビュートゾルフに参加したいと思っている看護師にノーと言いたくないので成長を止めたくない。したがって第1案は支持しないというのが大多数の意見だったと。問題が発生してから 1日2日後に、解決策が見つかった。AES は危機発生時のに助言プロセスを一時的に止める場合の例を提示してくれると。2001年秋、同時多発テロとエンロンの破綻を受けて、AES の株価が急落したと。AES は多額の債務を抱えており、その返済のためにエンロンの破綻、資本市場から資金を調達する必要があったが、市場は突如封鎖してしまったと。倒産を防ぐには迅速で劇的な行動が必要だと。最も重要な問題の一つは、必要な資金を確保するにはどこの発電所をいくつ売却する必要があるのかだった。
4万人の社員は世界中で働いており、 CEO のデニス・バーキがファミのゾブリストがそうしたように全員を集めて、ね、演台の上に立つことはまず不可能だったと。そして問題はあまりにも複雑で、ビュートゾルフでヨセブロックがそうしたようにブログに2つの選択肢を掲げるというわけにはいかなかったと。そうですね、まあ要はその4万人から意見を仰ぐってわけにはいかないっていうことですよね、まあ、数がさすがに多すぎると。でちなみにビュートゾルフは今の現時点というかこの、ティル組織が書かれ記されていた時点では4000人ぐらいの組織だったわけですけども、トラブルがあった時の規模は分かりません。ただ多分4000人よりもだいぶ少ない時なのかなというふうに思いますし、さすがに4万人とはちょっと比較にならんですね。でバーキーは助言プロセスを一時的に停止しつつ、セルフマネジメントへの信頼喪失へのリスクを最小限に抑えるような行動を選択したと。彼は非公開の経営会議を開いて解決策を練ることをせずに、限られた期間、限られた重要な意思決定についてトップダウンによる意思決定が行われること、そしてそれ以外の意思決定については助言プロセスが有効に存続すると公表したと。最善策は何かを調査する上で厳しい判断を下す役割に、バーキは若い優秀な弁護士ビル・ルラスチを指名したと。ルラスチは経営陣の中でも若かったので、将来はトップを目指す人物とは目されていなかったと。この人事は、そうですね、経営陣は権力の強化を志向していないことを明らかに示していた。トップダウンの意思決定は権力を望む者に任せるものではないこと、そしてそれはあくまでも一時的な措置だということになる。これは言ってしまえばディクタトルに近いですね、独裁官。あのローマ時代のあれですよ。で、まあ、ローマ時代のディクタトルの場合は悲劇が起きたのはその後、あの時はですね、ユリウス・シーザーですね、ジュリアス・シーザーがカエサルですよ、独裁官について、独裁官というのは非常事態が起きた時 にその通常の、ノーマルな意思決定をしていると時間がかかりすぎるので、非常事態が起きた時にのみその人間に一時的に、意思決定を委ねると。でその人間は当然ながら抜群に優秀でなければいけないという、そういう前提でシーザーを置いたわけですけども、シーザーカエサルの場合はやっぱ権力志向はものすごく強くて、でその後ノーマルな状態に戻ることはなかったというところだったわけですが、このイギリスの場合はこの新しく指名された弁護士であるビル・ルラスチが、まあ、その任に当たったわけですね。で危機の発生時に助言プロセスを一時的に停止する必要があるときには2つの指針を堅持すればセルフマネジメントの信頼を維持できるのだろうと。それはトップダウンによる意思決定に及ぶ範囲と時期を完全に透明にすることと。危機が去った後も権力を行使し続けるのではないかと疑われるような人物を指名しないということだったと。まあ解散に関しては今申し上げた通りです。というわけで、まあそのプロセス、要するにそのまあ何でしょうね、まあ、最後のところは臨時的な対処の仕方、まあ、要はその構造がしっかりしていたところで、まあ構造というのは論理構造という言い方でもいいですよ。ただその論理というのは完全無欠であるがゆえに実際の突発的な状況なんていうかトラブルが起きたりとか、あるいは、まあ、この AES の場合はものすごいでかい組織だったわけですよね。でそれを自己掃除的にきれいにそのティール組織にすることができないので、じゃあ局所的にティール組織として機能しているものの集合体として、あるいはその組織の中の大部分、結構な部分をティール組織として運用してるんだけれども、じゃあそうでない部分との折り合いをどうやってつけるのかっていうところでプロセスという切り口でここでは語られてたわけですよね。まあそうですね、まあちょっと話は変わりますけれども、今の時代ですね、まあまあ、今でもねこういう何万人規模の大企業の類はありますよ。で、まあ、皆さんのお父さんお母さんの時代ぐらいの頃だったらば、いわゆるスケールオブエコノミーっていうのがあってですね、規模の経済っていうのがあって、でかければでかいほど大量生産の大量生産、消費をした時にコストダウンが図られて、それで競争力がついて、で事業売上も立って利益が出て事業成長していくっていうような
スケーラビリティってもう前提として、そういう意味でのスケーラビリティを前提とした大企業っていうのがたくさんこれまでもありましたし、今もとりあえずは存在している。でも利益が出ないという状況になっているわけですよ。じゃあ今の時代のスケーラビリティ、利益の出し方っていうのは自動化なんですよ。人力じゃない。でそうするとそのでかいっていうことに意味がないっていうことになるわけですよね。でかいっていうことに意味がないっていうことは、こういった AES のような、あるいはそうですね、まあ、ビュートゾルフの今4000人という規模ですけども、それだったとしてもそのフラットな、まあ、ビュートゾルフの場合は15人かな、で1ユニットが、まあ、200とか250とかダーッと横にあるっていう、こういう組織っていうものが標準になりつつあります。つまりそのでかいピラミッドっていうのは前提とした組織で ない方がむしろ利益も出やすいし、そして信用も得られれば、それで何の問題もなく事業成長できるっていう状況になってきたので、ここで語られているような、まあ AES の例のため、まあ、ただエネルギー産業に関してはちょっと特殊なんですけどね。これはその新しい古いとかではなくて、インフラなので、そのインフラ維持するためにものすごいでかい一つの組織を作るということはあったりするんですけど、これ自然独占というミクロ経済学の話なんですが、発電なんかはそうですね。まあ、それはちょっと例外として話としておくんですけども、まあそういう事情があるのでそんなに心配しなくていいのかなというように思いますね。まあ、いずれにせよプロセスっていうものはその個別の企業によって、まあね、従業、まあ、こういう話もありましたよね。トップの人間が誠実に従業員に対して、思いの丈を打ち明けると、もうこういうことに悩んでいると助けてほしいということを言うのは、まあこれは大小問わずその上に立つ の人間の器そのものだったりするわけですけども、まあその辺も含めてですね、まあ今の時代の、まあこれも分析している対象となっている組織は、1970年代に創業したか80年代あたりにできている企業がもうまた多かったりするね。あるいは ESBG も80年代でしたっけね。ですので、まあそのあたりはじゃあ今できたばかりのでその躍進を遂げている企業なんかと比較してどういうところを加味していいんだろうかなというところは考えながら見てみるといいかなというふうに思います。じゃあ長くなりましたらこの辺で終わりにしといてですね、まあもし、差し支えないようでしたならば、投稿へのサムアップ高評価およびチャンネル登録の方お願いできれば幸いです。では今回の映像はこの辺に終わりしたいと思います。バイバイ。